カメラ回ってるし、ミラクルが起きるかもしれない。東西門お主にですね、はい、火遁の術をですね、授けよう。火の鳥や、火の鳥や、火の鳥や。対決に参りましょう。ルールは一緒でございますね、はい、ただ外に刺さったら1点にいたしましょう、はい、1点、そして2点、3点、5点、真ん中が10点でございます。なるほど。ただですね、今回この吹き矢はですね、特別の点数をね、ちょっと1個だけ設けるんですけど、なんだなんだ、矢に矢がザクッと刺さったらですね、こちら20点。うわうわ、うわ、こんな絶対起きないと面白いけどね。いや、わかんないよ、カメラ回ってるし、ミラクルが起きるかもしれない。これを起こしたらすごいです。どっちから行く？直左衛門行ってくる。直之助だ。全然覚えない。自分が光左衛門だもん。5本で参ります。5本行きましょう。直之助と光左衛門の吹き矢対決。先手、直之助、参る。うまい。お、うまい。おお、やばいよ。おお、いいですよ、すべて当たってますからね。よし、ど真ん中最後気持ちよく当てて帰ろう。おー、あっさー、すごい、全部入ってる。確認していただきましょう。まずはこちら、2点ですね。2点獲得、5点、5点、7、5点、5点、5点ですかね。お、合計22点。22点、ニンニンでござる。ニンニンでござるか。マジ、ニンニンだよ、なんたって光左衛門の前。参りましょう。光左衛門行こう。やってやろう、ぶちかましてやるから。ぶち崩してやるからね、青木。見せてくれよ、光左衛門。任せてくれ。いくぞ。はっ、できるぞ。おお、いいよ。おお、良いぞ、良いぞ。俺を見ろ。お、素晴らしい。いいとこ行ってるよ。徐々に真ん中に寄っていっておりますね。いいとこ行ってるよ。お、あれ、これやばいやばいやばい、あるよ。残すところ2本。よし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 、あと1本。うわよし、うわ悔しいね、今の。さあ確認してみてください。確認しましょう。これ 2点、2点でござる。2点、そして5点、5点、真ん中が10点。10点入ってるけども、合計得点がなんと17点でござる。22点、直之助の勝利。よいしょー、よっしゃー、立ち上がるね。2本落ちたよね。2本落ちてる。ここに2本落ちたからね。ここがまぶしい。もう2勝だよ、俺。手裏剣も勝ったし。ということで、2個なんか奢ってもらいます。そういうことですね。お見事でござる。よっしゃ、よっしゃ、よっしゃ。おめでとう。超楽しい。よし、じゃあ次行きましょう。お、次次はですね、次面白い、これ。まあ、剣術、刀の居合をですね、まあ、軽くお教えさせていただきます。居合。じゃあね、こちらの刀を続けましょう。はい、まずは刀を抜きます。バット、バット。今日はですね、簡単な演武をですね、覚えていただき、最後にね、一人ずつ発表していただきますので、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ではまず刀を抜きます。バット、右足を前に出します。右手で刀、左手で鞘を持ちます。濃い口を切る、はい、そしてバット、刀を抜き、バット、重いな、いいですね、かっこいい。そして両手で持ちます。まずは上から真っ向切りと言います。真っ向切り。えっ、えっ、素晴らしい。もう一度。えっ、えっ、えっ。いいですね。ではお次に参りましょうか、はい。それを意識しましてですね、お次は毛先切りです。斜めに参りましょう。えっ、えっ、えっ。もう一度。えっ、えっ。下から上に。下から上に。えっ、下から上に。えっ、素晴らしい。いいね。最後ね。突きましょう。突き、いいね。顔の横に刀を構えます。そのまま真っ直ぐ前に突く、素晴らしい。もう一度構えて、こう、よっ、よっ、素晴らしい。さあ、ここからがね、カッコつけタイムでございます。大好き、大好物。今ですね、目に見えない敵と戦いましたので、刀に血がついております。なるほど。この血をですね、お、血ぶるい、最後でございます。血ぶるいだ。自分類を行って、納刀していただきます。では今から演武をお教えしますので、ね、あ、まあ、お主たちであればね、もう一度見るだけで、あ、全部しっかり入ると思いますから、しっかり覚えてまいりましょう。それでは、早速ではございますが、こちら最終試験でございます。
これで無事やり遂げることができれば一人前の浅草の忍者でござる。では先にどちらから参るか。私が行く。お、交代も。よったよったじゃん。綺麗に入った。本番に強いタイプ。演出やった割にね、ここでテンパってね全部忘れた。最後以外は全然かっこよくなかった。素晴らしい、お見事でした。お見事。いや、ちょっとやっぱ先生を超えたいと思います。かっこいい。師匠を超え、高橋先生をね。高橋先生、それでは南坊助参ります。かっこよかった。さすが。よかったでしょ。かっこいい。ちょっとよかったでしょ。俺はセッションを負けてしまったよ。いやいやいや、素晴らしい。すごいすごかった。俺をもって剣術指導お主たち2人とも合格でござる。おおおめでとう。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。それでは手裏剣、吹き矢、剣術すべての修行これにて終了でござる。お主たちは免許改善一人前の浅草の忍者でござる。いやー、忍者だ。俺たちは忍者だ。忍者だよ。やったぜ。名乗れるぞこれから。ちょっとやっちゃおうよ。忍者、ね、やっちゃう、やっちゃう。そう、ではですね、こちらのねカトンプリン、もうそろそろね食べ時ですからね。すごい。これをどうぞ召し上げてください。ありがとうございます。大左衛門、お主にですね、はい、本日は特別にカトンの術をですね授けよう。おっ、やばくない？もし見事このカトンできるようになりましたらば忍者エールは。わあ、覚えて覚えて。いいね先生、お願いします。よし、では修行者ラスト、気を練りに行くぞ。気を練りに行く。なんだなんだ。え、なに、チャクラを、すごい、チャクラを練りに行くの。こうやっぱ見てはダメなんだ。なになんだ。それでは修行が終了いたしました。今からこちらのカトンの術を披露していただきます。おー、忍者マスター指導が一番弟子大左衛門。よい。かっこいい。なんか成長して帰ってきてるね。お頼むよ、本当に頼むよ。大丈夫か、大丈夫か、ふわふわふわ。ゴーザイモン、いけるか。うわっ、うわっ、やばいやばいやばい。お前大丈夫か。え、すごい、すごい。カトンじゃん。見事じゃん。あ、すごい。よくやったー。ロスだ、ロスだ。これは成功ですか。成功だ。いやー、よし、おめでとう。マジでかっこいい。やり方だけ教えてもらって、あの、一発本番だったから。こわっ。じゃあ成功したということは、これはもしや忍者エールお出しだそう。やったー、やったー、よくやった。いいなぁ、カトン使いたいわ。練習してたもん、小学校の時カトン豪華級の術。あと螺旋丸も練習してた。螺旋丸めっちゃ練習してた。早くプリン食べたい。マジで熱くないの？気持ちあったかいくらい。結構テンパるじゃん、火つくなんて。いや、テンパるよ。やったことないからさ、だからはっはっってやって。マジですごい。はいって食べた。俺は多分火の鳥や、火の鳥や、火の鳥や。おお、どういうこと、どういうこと、どういうこと。炭を火でまた生まれ変わるとか。火の鳥と言われる。火のように熱く
大変うまよく加藤の術を習得いたした。ありがとうございます。ご褒美にこれをあげよう。忍者エールです。すごいですね。あ、黒いんだね。すごいね、忍者エール。こうなんだ。これぜひね、まあ飲んでみて。あ、待って、剣、剣刺さって。え、かわいい。え、これ普通にかわいい。しかも見て、コースター手裏剣。あ、ほんまや、コースターの手裏剣。すごい。いただきます。じゃあどうぞ。食べよう、飲もう。2人ともよく頑張った。ありがとうございます。見事じゃん。どうなの、忍者エール味わったね。任務後にちょうどいい。そう、任務後に。なるほどね。そう、これでチャクラをね、貯める。ちなみに、はい、忍者にまつわる何かが入っているゆえ、忍者エール、このように黒く染まっております。なんだ、忍者にまつわる何かお分かりですか。闇、忍者がですね、毒を盛られた時にですね、はい、それらを服用して、まあ、解毒していたと言われております。イカスミ。あ、あ、惜しい。タコスミ。違いますね。墨汁。あ、惜しい。とではですね、まあ、デトックス効果がある。おお、加工質のものでございます。もっと単純に。あ、はい、豆、黒豆。あ、違います。スミ。竹スミの粉末でございます。スミの粉末が入ってる。加工質と言いまして、まあ、小さな穴がたくさん入ってます。脱臭炭とかね、あると思います。そんな感じでね、まあ、スミを服用するとですね、不純物を、はい、まあ、吸い取ってくれる。すごい。体にもよくて美味しいんだ。ちょっと俺も食べていい、うん、ずっとこの甘いの我慢してたもんね。加藤プリンの術でございます。じゃあ早速。美味しいよ、絶対うまいよこれ。え、どうやって食べるのこれ。あ、やばいやばい。もうね、思い切ってね、グリンと。あ、あ、うまそう。サザエ、すごい。うまそう。サザエのようにほじくった。いただきます。冷たくて美味しい。めっちゃ冷たい。じゃあ任務後にちょうどいいね。めっちゃ任務後にちょうどいい。ちょっと待って、入らせましょう。任務後にちょうどいい。ちょうどいい。これ美味しそう。後に食べる。めっちゃ美味しい。ぜひ皆様、任務後にはお立ち寄りください。ぜひお立ち寄りください。浅草一家来れるか。確かに。はい、というわけで本当に今日は忍者体験、木戸先生ありがとうございました。ありがとうございました。無事に上人になりました。会えたね、俺もね。免許改善ってことで。免許改善。もうなんか手裏剣も投げれて、吹き矢もできて、美味しいご飯、甘味も飲み物もお酒もあるんですよね。さようでございます。皆様、ぜひ浅草に立ち寄った際はこちらの浅草忍者カフェに足を運んでいただきたいなと思います。というわけで本当に今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。せーの、はい、ありがとうございました。チャンネル登録よろしくね。お願いします。